カルが。水臭いぞ。はい、何ですか。お前、兄貴のこと以外に悩みがあるだろ。あたいの目をごまかせると思うなよ。あ、おい、イカルが。葛城さんは卒業のことをどう考えていますか。卒業？ああ、卒業試験のことか。すごい難しいって話だよな。だけどそんなの関係ないね。あたいは両親のことがあるから、絶対に卒業して忍びにならなきゃいけないんだ。そうですよね。おいおい、まさかお前プレッシャーを感じているのか。え、だったら心配するなよ。お前みたいな優秀なやつが卒業試験をしくじるわけないだろ。あ、葛城さん、実は。ちょっと待て、なんだこの気は。ウヌラ、久方ぶりの再会ぞ。大道寺先輩、どうしてここに。どうして。それは愚問なり。強き者の匂いに導かれここに参った、それだけのことぞ。ウヌラ、心の準備はできておるか。地獄の打ち合いを期待せん。大道寺先輩、大道寺先輩って、あの伝説の大道寺先輩ですか。伝説。はい、地球の地軸がずれているのは大道寺先輩のせいだとか、月の表面がボコボコなのは大道寺先輩が暴れたからだとか、他にもいろいろ有名な伝説をお聞きしてますよ。さすがにそれはいいな。だまたまた、謙虚なお方なんですから。とにかくお目にかかれて本当に嬉しいです。イカルが、何事ぞ。はい、何でしょうか。ウヌからは覇気が感じられぬ。何事ぞ。そんなことは。覇気のなき者にムチムチスプラッシュを戦う資格なし。大道寺先輩、名前が間違ってます。うむ、ガチムチスプラッシュを戦う資格なし。言い直しても間違ってます。名前など些細なこと、我が求めるのは戦いなり。ですね、ですよね。銀河系クラスの有名人にとってそんなことはどうでもいいです。それも間違っておる。いいな、間違いなど全てどうでもよい。とにかく我と至極の勝負をしようではないか。まさか予選の4回戦で大道寺先輩みたいな強い人と当たっちゃうなんて。でも逃げるわけにはいかないよね。その勢いよし、さあかかってくるがいい。わかりました。それじゃあよろしくお願いします。行ってきます。欲しいものでもあるんじゃないか。残念だな。
我はすでに欲しいものは手に入れた。レッツスプラッシュ。ではもっと気合を入れて、ミサイルからの。なんぞ。ごめんなさい、ミサイルよりすごいのって何がありましたっけ。ミサイルより上は、とにかくウヌの気持ちは伝わってきた。では我も全てをぶつけるとしよう。行くぞ。今日も激しいね。我としたことが、まっこんなもんな。ウヌラよくやった。しかし怒るがウヌはならぬ。ガチムチスプラッシュをかわしているうちに、我にはお前の迷える心が伝わってきた。そのようなことで卒業試験をパスできると思うのか。あ、ごめんなさい、少し一人にさせていただきます。おい待てよイカルガ。イカルガ、お前本当に卒業のことで悩んでいるのか。ええ。いやお前なら大丈夫だって。何を心配する必要があるんだよ。心配と言いますか、まあ気持ちは分からなくもないけどな。あたいたちを待っているのは卒業試験だけじゃないし、無事に卒業できたとしても前任としてやっていけるかって問題もある。それはそれで別物の悩みだよな。ええ。それにあたいたちには妖魔の親玉神との戦いも待っている。だけどよ、そんなの今から考えたって仕方ないぜ。なるようになれ、気にすんなって。ええ、そうですね。イカルガさんがそんな悩みを持っていたなんて。うん、でもなんか気持ちはわかるな。私も卒業した後のことを考えると少し不安になるし。皆さん、私から一つ提案があります。みんなでイカルガさんを励ましてあげませんか。うん、それがいいと思う。でも何をする。そうですね、いいアイディアがひらめきました。すべて私にお任せください。調子いいです。卒業ですか。サプライズ。皆さん何事ですか。お前を元気づけてやろうと思ってな、バーベキューをすることにしたんだ。あやめちゃんのアイデアなんだよ。
前にバーベキューをした時、イカレガさんすごく楽しそうでしたから、また元気を出していただきたいって思ったんです。ありがとうございます。さあ皆さん、何を焼きますか？肉と魚以外にもいろいろとありますよ。あ、ヒバリはマシュマロがいい。焼きイカはもちろんあるみたいだが、なんだこれは、チーズフォンデュか。イカにチーズをつけて食べろというのか。そうですそうです、楽しんでください。わあ、マグロの頭なんかもあるんだ。これ焼くと美味しいんだよね。あたいはニンニクの丸焼きをいただくぜ。これで勢力つけてやる。イカルダ、お前は？では私は鶏肉をいただきましょうか。それじゃあいただきます。気にしないでください。おいおい、どうしたんだよ本当に。後ろ後ろ、火だ。ごめんなさい、私が用意した花火にバーベキューの火がついてしまったみたいです。気をつけろ、炎がどんどん大きくなっていくぞ。やめ、お前どれだけ花火を用意したんだ。地元の花火大会ほどの数を。用意しすぎだろ。とにかく早く火を消さないと。出撃する。もっと本気を見せて。消化できてよかった。ごめんなさい。もう済んだことだ、気にするな。ああそうだ、お前は花火で盛り上げようとしてくれたんだろ。その気持ち嬉しかったぜ。皆さん優しいです。
魚も何もかも真っ黒焦げです。でも全然悪くないよ。外はこんがり、中はふわふわになって、うん、マグロの頭美味しい。うんうん、焦げたマシュマロも美味しいよ。で、イカルガはどうした？一人になりたいってさ。そっとしておいてやろうぜ。突然泣き出してイカルガさんらしくなかったね。心配ですね。早く元気になってほしいです。みんなにまた心配をかけてしまいました。でもどうしても涙が止まらなかったのです。どうしてこんなにも心が落ち込んで悲しくなるのか、その理由は自分でも分かっているのです。卒業して皆さんと別れることを思うと、なんだか涙が溢れてくるのです。皆さんと一緒にいるのが楽しければ楽しいほど恥ずかしくて情けないけれど、私は皆さんと離れたくない。いつまでも今のままでいたい。